直政真由美。源氏くるもの身に背負い、果たし口には無の一人。我が策はあまたの武士を奮い立たせ、我が剣は羽柴の軍を追い詰めた。幼き頃より家康公に仕え、雌雄兼備の将と歌われし我が名は榊原康政。いざ押して参る。勝負57度の
岡崎の魅力と三河武士の心意気を皆に伝えるため、はい、ありがとう。おもてなしをしておる我らの居城岡崎城というところだな。おもてなし、皆と共に一緒に写真を撮ったり、あるいは歴史の話、そして岡崎の良きところを伝えておるわけじゃ。皆の衆、本日は、愛知県立農業大学校農大祭2014に我ら盛り上げてやってまいった。どれくらいおる、はい、あ、ちょっと足らんということで、せっかくじゃから一人ずつもう一回で武将をね、皆に知ってもらおうかの。どうしよう。じゃあまずは、ほ、のぶさら。あ、それがしでございます。皆皆様おはようございます。それがしはですね、徳川四天王の一人、井伊直政と申します。はい、井伊直政知ってるって方いらっしゃいますか。はい、多分ね、今手を挙げてくれた人が半分ぐらいか、井伊直政とごちゃごちゃになってると思います。はい、わし井伊直政は井伊直政の先祖でございまして、彦根の初代藩主でございます。ぜひ皆皆様、井伊直政覚えて帰ってくださりませ。よろしくお願いします。さあ、そして榊原康政と申します。幼い頃より徳川家康公に仕え、知遊兼備の将と呼ばれております。榊原康政知っとる人、ありがとうございます。知らん方もね、平成のように蘇った榊原康政は、グレート家康公は大井武将隊一の色男と覚えて帰ってください。おいやいや、よよよはい、ということで、色男の後はね、いつもやりづらいんだけど、それがしが生涯57度の戦に出て一度も傷を負わず負け知らずの男、本田平八郎忠勝じゃ。よろしくお願いいたす。わしを覚える際は戦国最強の武将と覚えていただきて、どうもよろしくお願いいたす。はい、そしてわしが265年もの天下太平の世を築いた、皆様よくご存知、徳川家康でございます。よろしくお願いいたします。いやさっさて、ね、そんな4名の武将にて、この東大祭2014を盛り上げに参ったわけだけれどもね、いろんなブースがあったわけだけれども、わしはこれまず一つ気になったのが、あの東北農業大学校とコラボした四軒鍋というものをね、先ほど食したんだけど、こちらのもね、東日本大震災で多大な被害を受けてしまった、特にね、岩手県、そして三重県、福島県の野菜、食産をね、食べ物を使ってね、そしてさらにこの愛知県の食べ物とコラボした鍋ということで、これね、非常にあったまる鍋で、どうも、はい、非常に美味しかった。これがね、実はね、12時半よりあちらの、いろんな、ね、ブースがある場所にて無料配布を行う、はい、わしらね、この演舞が終わった後、そちらのに駆けつけて、その鍋を配って皆に食べてもらおうと思うな。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、他にもね、気になったものを戻ったか、気になったものというのね、はい、この四軒鍋のブースの横かな、はい、何だったあれ、作物専攻の人たちが、子供たちが作った、お米で五平餅を焼いてね、ものすごいこんな大きい五平餅、とってもさっきわしもね、買って食ったんだけど、非常に美味しい。でかいもんだから食い出がある。本当にこんなでかいのみんながテープでこうやって棒にくっつけていっぱい作ったらしい。まだね、まだ残ってたね、まだ少し残ってるみたいなので、ぜひ食べてみてください。ぜひぜひ、いやわしもね、さっき回らせていただいたんですけど、皆さん知っている方もいるんじゃないでしょうか。それがし、プリン武将でございます。プリン武将ゆえに、今日はなんとプリンね、ケンスさんというケーキ屋さんとコラボしたプリンと、あと牛乳プリンというのがございますので、はい、まだ牛乳プリンは買ってないですけど、2つケンスさんのやつ2つ買いました。はい、1個250円で、牛乳プリン200円、ね、200円でございますので、皆さんプリン好きの方は大のわしのおすすめでございますので、ぜひ皆様お買い求めくださりませ。はいはいはい、お買いに行こう。はい、ありがとうさんじゃ。どれもてよ、はい、
はい、いろんなお店がまだまだね、この雪にも負けず、うん、頑張っておいてね、おしっかり出てきたね、もう雪をね、ぜひそちらの方にね、足を運んでもらいたい、うん、そして、我らもっともっと、この農大生を盛り上げるため、さらなる遠方を今から広げます。もうすぐ早さが早くて最後ないありがとうございます。さて、それではグレートインヤスの青木翔太に続きましての映画は青空いざ出陣。知らなくてもいいんじゃ、簡単な振りが2つあるんじゃ。
ね、練習していきたいと思う、はい、ではではまず堪忍ポーズで、ね、その1じゃ、はい、皆さんお手を拝借、両手を広げて、はい、まず目の前でパチンと合わせる、左に堪忍、右に堪忍、堪忍、堪忍、簡単じゃろ、ちょっとやってみない、一緒にどうじゃ、ちょっと練習してみるか、ではではいくぞ、せーの、堪忍、堪忍、堪忍、じゃ、簡単だな、素晴らしい、ではではもう一個堪忍ポーズ、その2じゃ、ピースをね、眉毛の上に堪忍、反対側の手で堪忍、堪忍、じゃ、なんでみんなできるじゃないか、一緒に踊ろうじゃないか、はい、うん、では行くぞ練習、せーの、堪忍、堪忍、堪忍、じゃ、はい、堪忍、はい、はい、堪忍、どうじゃ、皆さん途中からでませんか、我らが踊ってる途中からでもぜひぜひ入ってきてね、一緒に盛り上げてもらえて、そうだよ、うん、せっかくじゃからね、さっきなってきたら体動かしてやったろ、ワンコに足りないじゃん、寂しいじゃろ、みんな参るぞ、参るぞ、みんな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 参るぞ
挙げてまいりたいと思います、ここにお集まりの皆々様のご多幸と継承を祈念いたしつつ、日の本の農業のますますのご発展とご繁栄を祈念しながら皆様と共に勝ち時を挙げてまいろうと思います。それでは皆様ご唱和願います。それでは